はい、こんにちは、アミ坊主です。今回のね、ファーミングシミュレーター新マップってことですけどね、どこにしようかって感じなんですよ。まあとりあえずね、そちらの新しいマップ選びから始めていきたいと思います。それではね、本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、まあ前回までやってたのがこのオーベイロンですよね。で、いっちゃんこのゲーム初めて最初に行ったマップがね、このエアレングラート、何が何だか分かんない間にね、やってすぐオーベイロンに移動したと思うんですけど、で、あとね、一番最初にあるこのエルムクリーク、多分ここが一番無難なマップなんだろうなって思います。ただね、モッドでいろいろ追加してるんですよ。まあどこがどういうマップかは全く分かんないんですけどね。そう、分かんのはね、このチェーンソーバレーはね、やたらめったらね、とりあえず林業やりましょうっていうようなマップです。で、これはクラークソン US×4×4 ってことはね、多分大規模農業やれよみたいな土地なんでしょうね。わかんねえけど、ここもなんかすさまじく広そうですよね。なんかまあとりあえずね、モッドなんでね、全部アルファベットつか英語で書いたんでね、よくわかんないんですよね。そう、で、マップがどういう形かね、見えれればいいんですけどね、見えないですからね。ちょっとね、そこら辺がね、あれですけど、このね、ノーマンズランドっつうのはね、どういうとこか分かってるんですよ。全くの未開の地、他に人がいない、畑もなければね、ほんと最初にあるのはショップだけっていう、そう、そこをね、要は開墾するところから始めなさいみたいな感じなんですよね。まあでも生えてる木はね、全部松なんで、多分ウッドハーベスターで全部いけるってやつですよね。まあとりあえずね、いろいろありますけど、試しにね、ちょっとここのマップ覗いてみますか。はい、降り立ちました。なんかね、ここにハテナマークがやたら並んでますけどね。いや、とにかくこれ見てくださいよ、だだっ広い。これは確かにアメリカって感じかもしれないですね、大規模農業っていう。いや、見てくださいよ、こんな感じですよ、極端。てかこれ畑変えんの？変えないよね。本当に最初ね、このちっちゃいところでね、お金稼いでいくしかないんでしょうね、開墾して。普通に畑変えねえよな、とてつもなく高えよ。どこでどう始めろって話ですよね、これじゃ。ここなんかほら桁が一つ違いますよ。1800万って、1800万ユーロですよ。こういうところの畑買うしかないんだろうな、最初、本当に。だって、ここですら、27万。いやいやいやって感じですよ。まあね、ここにいかにも家建てろみたいな感じで囲ってるけど。おう、一応ね、最初からこういうのは、くれてるんですね、コーンヘッダーとか。まあでも言えることはね、ここのマップではちょっと無理かな。いや、これ出口どこだよ。あ、一応ね、出口あるのね。この幅がぴったりっていうね、おっかないおっかない。あっちのちょっと広大な土地行ってみましょうよ。霞んでるもんね、でかすぎて。1800万ユーロですよ、とんでもねえ土地だよ。いやでもここ、気狂いそうになるな、多分ここの畑の小麦刈るだけで。ほんとあれはすごすぎてな、もうかすんでるもんな、奥の建物。これ木除去しなくても十分でしょって感じだし、丘の向こうが見えない、地平線の見える農場ってやつですよね。まあ実際は見えてねえけど、奥山だから。はい、ここキャノーラですけどね、雑草が混じっていくからね、大変そうですよね。これ雑草の除去とかもオンにしたり、その定期すき込みつのオンにすると畑の向こうが見えねえもん。こうですよ、こうおっかね。ここにもなんか1台あるな、これもなんか最初から支給されてるやつなのかな、わかんねえけど。まあ
とりあえずね、やめときましょう、ここは。ここはね、ここはやめときましょう。じゃあ次のマップね、ちょっと行ってみましょう。はい、次のマップはね、なんかね、バランスが良さそうなところがいいんですよね。ここはとりあえずひどい、なんかすごいっつうのは分かった。なんかね、雰囲気的にね、こういうの好きなんでね、行ってみますか。このクラムランズっていうところ。はい、到着しました。ここもね、なんか最初からある程度は機械くれてますね。優しいところですね。草刈り機に、プラウに、歌手機に、トラクター2台。しかも中型サイズですよ。で、トレーラーに、収穫機。で、カッターと、カッタートレーラーですね。まあこれ俺の家じゃないんだろうけどね、買うまでは。ここにね、なんかパレットもありますね。石灰とかそういうのですね。種とか。おお、何もない。ここも何もないんですね。で、今ここにいますけど、ここになんかすべて固まってるって感じ。うん。まあ、まあまあって感じ。このブロックでね、区切られていて、それで土地を買うって感じでしょうね。だから、好きにね、作りなさいよってことですよ、多分。畑を。だからプラウが置いてあるんでしょうね。ここにね、一応、荷物運ぶやつのトレーラーも置いてあるし。いや、でもここまでね、至れり尽くせりでいいのかって思いますけどね、最初から。あ、畑あるじゃん、ここに。もろこし。ここだけなんだ。いや、だから要は最初にね、とりあえずここ畑あげるから好きにしなさいよってやつかな。まあ、こう開拓しながらやるっていうのもね、いいですよね。で、ある木が全部松なんでね、ハーベスター使えるって感じ。あ、そうでもねえか。松以外もあるか。まあ、これはこれでなんか面白そうですよね。解体。で、ここら辺はね、多分松なんでね、全部、あれで切ってくれよって感じでしょうかね。ウッドハーベスターで。そういう感じだと思う。このモットーマップの制作者の意図としては。だって全部松だもん。はい。ここがね、その総合センターみたいな感じですね。だからマップの、紹介画面のところはここだったんですね。ここに全部揃ってる感じですね。買い取り関係とかは。ショップとかも含めて。他はね、全部こんな感じです。広大な土地、好きにしなさいよってことですよね。そう、こんな感じです。未開の土地って感じ。ちなみに奥の感じはね、あれはあくまでも、あれだけって感じですね。まあ、ここはここでね、面白そうだけどね。まあ、とりあえずね、別のマップ見てみましょう。はい、じゃあここにしてみますか。アメリカの農村って感じじゃないで、ヨーロッパの農村って感じの雰囲気ね。はい。到着しましたけどね。ここがマイハウスなのかな？なんかその雰囲気も全くないけど。あ、一応マイハウスですね。いかにもね、本当に。石造りの家で感じで、雰囲気ありますよね。で、本当。ご近所さんもいる感じでね。マップ。こんな感じですね。あ、意外とでも畑が一個一個でかいですね。高そう。っていうか、もうすでに結構土地持ってんじゃん。いや、その代わり残高がすげえ、ちょっと少ないんですね。もう最初からね、いろんな土地を持ってる状態で始められるんだ。機械もいろいろありますね。ローラーに。で、散布機ですね。収穫機？違うな。カッターしかねえな。まあ、どっかにあるんだろうけど。あ、こっちにあるのね。え？あ、どっから出し入れすんだよと思ったら、ここ開くのね。で、こっち側がね、さっきの小屋かな。そうですよね。まあでも、いいですよね、こういう雰囲気も。
自分でね、自分でこういう風にするとなるといろいろめんどくさいですからね、この柵とかほとんど野ざらしだったもんな。ここ一応開くでしょ。ここはね、いかにもここで整備しますみたいな感じですよね。いい感じで雰囲気作りされてますよね。ハンドリフトがあったりとか、まあいかにもね、なんかバキュームするぞみたいなとか、エンジンジャッキとかもあるしね。で馬もあるし、でフロアジャッキいいですね。結構このマップの制作者ね、作り込みが細かいですよね。ここも開くのね。ここ開かねえんだ。ここがなんか多分納品するとこなんでしょうね、うん、雰囲気作りいいですね本当に。ここも開くんでしょ。ここはなんか貫通してる感じかな。うん、いろいろ本当でも雰囲気作りいいですよね。こっちもなんかあるんだ。そう、なんかね、いかにも最初からできるヨーロッパ系のね、大規模農業って感じ。ここ開くしね。アタッチメントが入ってるんですね、あそこのテレハンドラーの。でもここで始めるのは甘えって感じがする。牛小屋なんだここは。最初から牛小屋あるっつうのもすごいですよね。ほらもういきなり買えるっつうことだもん。はい、まあね、ここ雰囲気はね最高ですけどね。ただいきなりこんな規模からやってもなっていうのもあるから。はい、ここのだって畑、草生えてますけどね。もうここの所有者も俺ですからね。で、草刈り機もあったからね、ここでいきなりね、牛始めなさいよってことになっちゃいますもんね。しかもスラリーがオープンエアって匂いすごそうですね。ほんと。はい、じゃあ次のね、マップ行きましょう。はい、ってことでね、最終的にじゃあどこにするかってことなんですけど、エルムクリークでいいかな。やっぱりね、公式が用意してくれるマップってね、うん、綺麗ですよね、いろいろ。はい、ってことでね、最終的にね、やっぱこのマップでやることにします。なんだかんだでここかよって言われるかもしれないけど、エルムクリークです。やっぱね、無難が一番って言葉もありますよね。うん、本当に。はい、じゃあね、まあ、ここ変えようと言わんばかりのね、この今立ってるところ、この土地をね、変わりたいと思います。15万、まあちょうどいいでしょ。はい、この土地を買いました。でね、いかにもね、ここに家建てろってところがあるんですけど、まあここにじゃあ家建てたいと思います。で、家なんですけどね、さあどうしようって感じですけど、まあ普通だったらね、農場の母屋つってね、多分ここら辺をね、こう建てるか、これをね、こう建てるかあると思うんですよね。で、ここら辺もでかすぎるか、ここら辺がちょうどいいのかな。まあだけどね、いろいろあるんですよ。ほら、これもそうだし、こんな、こんな、どうでしょうハウスの方がまだでかそうな感じだし、あとほらテント最悪ベンチっつうのもありますからね。どういうのって感じ。これ寝袋どうしようかな。まあでもここらの家あたりが無難ですよね。まあなんか本当はね、これ建てろって感じだと思うんですけどね。ほら位置がぴったりですもん。15万するんですよ、15万。まあでも雰囲気作りのためにね、必要でしょう。はい、建てました。ほら、もうしっくりきてますよね。若干ずれてるような気がするけど。はい、ってことでね、散々引っ張った挙句ね、エルムクリークかよっていう声も聞こえてこなくもないと思うんですけど
こちらのね、マップで始めていきたいと思います。まあどうしようかなっていう感じでもあるんですけどね。うん、今のところね、何から始めようかなって感じで、まあある程度考えてはいるけどっていうところでしょうね。はい、それではね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。